こんにちは、谷口幸太郎と申します。本日は iPhone XS について話そうと思います。いつも週末動画撮ってるんですが、先週末はちょっと日曜大工ダメだな。日曜大工的なことをしてまして、でドリル買ったりとか材料買ったりとかしてちょっと工作をしてたんですけど、結局失敗に終わって、なんか全部無駄だったというか、材料費全部無駄にして、まあ残ったのはドリルって感じなんですけど、まあ別に動画にもしてないんでネタにもならなかったんですけど、ちょっとがっかりな週末でした。まあそんな感じで先週は動画作ってなかったんですが、昨日 iPhone XS っていうのが発表されて、 YouTube でみんな iPhone の話してると思うので、私もそこに乗っかってiPhone の話をしたいと思います。すごい新型出るタイミングでいきなり買って買ったぜみたいな動画作るのも楽しいかなって思ってて、それで iPhone XS も気になってたんですけど、やっぱちょっと購入に至らないですね。買わないっすで、なので、まあ買わないくせに動画作ってる感じになってるんですけど、まあ、買わない理由を喋る動画を作ろうと思います。買うか迷ってる人は検索していろんな人の意見聞いたりとかしたいと思うので、まあ買わない人の意見ですね。私が買わない理由です。まず、前提長いな。買わない理由先に言うか。解像度ですね。液晶の解像度が、私の基準以下です。解像度低い終わり。もう買わないみたいな。まず私、有機EL で大画面のスマホがすごく使えると思っていて、で、それ何に使えるかというと、電子書籍を読むのにすごい使えるんですよね。こんな感じで、まあ自炊した本とか PDF でダウンロードした本とかをこれで見るのにいいなって思ってて、普通のスマートフォンでも表示はできると思うんですけど、とにかく有機EL は白と黒がすごいはっきりしてるんで、コントラストがすごい高いんですよね。なので小さい字でもすごい見やすいんですよ。こんな感じでこうやって拡大したらもう見えますよね。字小さいんですけど読めるんですよね、これで。ここがすごいいいなって思ってるところです。電子書籍を読むっていう点にすごい注目してこの画面の解像度を見てるんですけど、わかりますかね、これ本の大きさってスマートフォンの画面の大きさとはちょっと違いますよね。横幅はぴったりですけど、縦は結構余白があります。こんな風になります。で、自分で自炊するときは、わざと縦長に切って、でかくしたりとかもできるんですけど、それでもちょっと長くなる程度で、まあ大体上は余白ができて、幅がぴったりになるっていう感じで表示されると思います。ということは、これ。こっちなんですよ、大事なのは。こっち縦ですよね。縦の解像度は使い切らないんですよ。こっちが大事で、で、これなんですよね。ブラックベリー1440あるんですよね。いや、ブラックベリーでいいじゃんみたいな。いや、これ超えといてよっていう。これより上だったら、もう素直に買い替えても、まあいいかなっていう。性能上がるんでいいですけど、別にこれより上がるわけでもないのに、なんかわざわざ買い替えても仕方ないなって感じですね。あと、この、6.5 インチ。これ騙されてないかって思うんですけど、これベゼルギリギリまであるじゃないですか。この角丸いところ。こんな感じで。対角線で測るんで、これ iPhone 8とこれ比べてる。iPhone 8 Plus と比べて画面でかいって言いたいのかもしれないですけど、この辺とか角丸くなっちゃってるんで、仮にこれ全開まで本表示できたとしても、本って角四角いじゃないですか。ここも使えないですよね。こことここ使えないと思うんですよ。こんな、ここ切れると思うんですよね。じゃあなんか、大して変わんなくねみたいな。これでいいんだよなっていうか、この四角い画面で、まあでかかったらいいと思うんですけど、ここは結局あんまり使えないから、実際もうちょい小さいんじゃないかなっていう。で、横幅がそんなにでかくないんじゃないかっていう疑惑があるんですよね。だから本読もうとしている人は、なんか、実際これ解像度高くて画面でかいように見えますけど、
表示できる本の大きさは多分そんなに大きいとは言えないんじゃないかなって思います。であとこれ対角線長さって言いますけど、これ実際使うときって下にキーボード出るじゃないですか、なんか字打ったりとかする場合、これこんな風になるんですよね。ここでこうスクロールできるんですよね。入力するときの画面で考えると、こっからここの対角線じゃないですか。液晶縦長にしてここの対角線ですげえ大画面って言うんだったら、こっちの方がダントツでかいじゃんみたいなここまであるよみたいなね。せめてペン使えたらちょっと気になるかもしれないですけど、というのももともと私 iPad、 ペン使えない iPad 使ってて、でこれに買い替えて、もうタブレットの使い道がめちゃくちゃ増えたんで、このペン使える iPad 買ってからはペン使えないタブレットとかもう本当にいらない感じなんで、何に使えるのか分かんないですけど、とりあえずペン使えるっていうだけでなんか今までにない使い方ができるんじゃないかっていうので、そういう期待がすごいあるっていうか、ペンが使えれば結構可能性感じますよね。こんな感じで、ペン使えたらありかなっていうのはあったんですけど、ペンも使えないし解像度もこれ以下だし、こっちの方がいいっすね。で値段もこれ5万円台で買えるので、これ12万ぐらいするっていう噂ですけど、これ2台買えちゃいますからね。裏カーボン製ですから、ガラスよりいいんじゃないですか。国内モデルだとなぜか外されてるんですけど、外国のやつだとこれ無線で充電できるっていうのも搭載してるらしくて、並行輸入品とかだと多分地位で充電できるっていう、まあ技的な問題があるので、まあブラックベリー族的には何とも言えないですけど、全然これでいいなって感じですね。じゃあちょっと最後に、話変わりますけど、ちょっと本を買ってきたので、紹介しようと思います。まあ一瞬ですね。ネスペの魂っていう本を買ってきました。過去問1年分を一冊かけて説明してるっていう、めちゃくちゃなんか最も詳しい過去問解説っていうのがあって、去年受けて落ちてるので、自分の落ちた問題ぐらいはしっかり復習しようと思いまして、で、まあ、めちゃくちゃ詳しく解説してるって書いてるんで、ちょっと買ってみました。でこれなんですけど、最近ちょっとねなかなか勉強できないっていうか、でなぜできないかっていうと、やっぱりあれなんですよ、環境なんですよね。環境を早く整えないと勉強が始まらないんですよね。もうその意思を示すためにもうこの今開けたばっかりの本をこの破ることでもう絶対やるぞっていう、最後を投げるみたいな感じ でこれ前回前買って紹介した本ですね。これもうこんな綺麗な状態でダメなんですよ。こんなのはこんな風にもうしちゃうんすよ。よしこれでもう勉強始めますよ。やってやるぜ。じゃあ以上です。バイバーイ。